ロスミラード、ギターズ、バッキングボーカルズ、ジェフ、ベーシスト、デイブ・ハイド、ドラマー、ザ・フューチャーヘッツは、イギリスサンダーランド出身の4人組ロックバンド。バンド名は、フレーミングリップスのアルバムタイトル、ヒットツーデス・イン・ザ・フューチャーヘッドに由来、2000年にバンド結成。2002年、自費制作のデモが出回り、その音源が、ギャング・オブ・フォーのアンディギルの耳に止まる。 その後、ギルのプロデュースの元シングル、ファーストデイをリリース。679レコーディングスと契約を交わした、バンドは、新たにブロックパーティーのファーストを手掛けたポール・エプワースをプロデューサーに迎えた、デビューアルバム、ザ・フューチャー・ヘッズを2004年7月にリリースし、そのヒットによってその人気を確固たるものにした。今では同期のフランツ・フェルディナンドや、 ブロックパーティーなどと肩を並べる新 AUK バンドの一角として見られている。以下の順位は主に前衛チャートによる。ありがとうございます。